バトルフィールドは2002年に発売されたバトルフィールド1942より始まった架空の戦争をテーマにしたファーストパーソンシューティングゲームシリーズ。開発はスウェーデンのコンピュータゲーム開発企業であるダイス、販売はエレクトロニックアーツが行っている。シリーズは大きなマップやチームワーク、車両戦争、オンラインマルチプレイに焦点を当てている。 2002年の一作目の発売以来、通算して13作品が発売されており、発売後に拡張パックが配信されたものもある。プレイヤーは、それぞれの軍隊の一兵士となって、自軍の勝利を目指して戦うことが目的であり、様々な戦場を疑似体験できる。バトルフィールド1943では、大型 FPS ゲームとしては初めて、 Xbox Live および PlayStation ネットワークでのダウンロード販売に参入した。シリーズ一覧を参照バトルフィールドシリーズでは BFBC を境に主にシステム面で大きな変更が加えられているため、これ以前と以降の作品ではゲームの性格をことにしている。以下では BF1942 から BF2142 までの特徴と BFBC 以後の作品の特徴を分けて記述する。シリーズを通じて標準のルールは次に述べるものである。敵味方チームはそれぞれチケットと呼ぶ点数をゲーム開始時から持ち、チームメイトが倒されたり拠点を占領され続けるなどするとチケットが減少する。先に相手のチケットを例にしたチームか。 制限時間が過ぎた時点まで多くのチケットを残したチームが勝利チームとなる。勝敗に最大の影響を与える要素は勢力下に置いた拠点数であるから、これを攻防することが主要な遊び方となる。作品によって多種多様なルールが存在し、BF3 では拡張パックのものも含めてシリーズ最多の13種が収録されている。他にも、 砲撃や空爆は絶大な破壊力を持ち、戦況を大きく変化させる。また、チームが勝利するためには、必ずしも多くの敵を倒すことが最善というわけでは、ない。衛星兵や公兵として、味方のライフを回復することは重要であり、砲撃や空爆によって、敵の兵器を攻撃することで戦況を大きく変化、させたりもする。BF2 からは、治療、修理、 弾薬補給などの支援活動でも評価の対象となるように変更された。コンクエスト収録作品全作品シリーズ全作に収録されているバトルフィールド伝統のルール。マップ内の複数の拠点を相手チームと奪い合うのが目的。拠点の占領を行うには拠点の旗の近くに一定時間止まればよく、攻撃側は防御側プレイヤーを排除しなければならない。 倒されたプレイヤーは一定時間の後、自チームの占領下にある任意の拠点から復活できるので、正面から戦うと数の上ではリスポーンポイントの遠い攻撃側が不利であるが、実際には兵器の有無や攻撃の迅速性によって占領の可否が決まることが多い。また、回り込んで敵後方の手薄な拠点を攻撃することも良い考えだし、 それに備えて前線から離れた自軍拠点の防衛をすることも時には重要である。BFH 以降では拠点の占領時に止まる必要のあるエリアがマップに表示されるようになり、その後過去作の BF4 にもアップデートにて逆導入された。コンクエストアサルト収録作品、BF1942、BFV、BF2、BF2142、BF3、 BF1 コンクエストをベースに一つのチームが拠点をすべて占拠している状態で始まり、相手チームがチケットの減少を食い止めるために拠点を奪取するモード。なお、攻撃側のチケットが多めに設定されていたり、防御側には本拠地が存在しない上に全拠点を制圧された上に文体が存在しない状態で全滅するとチケットが余っていても即ゲーム終了したりと、 通常のコンクエストにはない設定、ルールも追加されている。ドミネーション、コンクエストドミネーション収録作品、BF3、BF4、BF1 ルールは、コンクエストと同じであるが、比較的小さいマップで、少数の拠点を争奪する。拠点確保に要する時間が非常に短く、ゲームの展開が早いのが特徴。チェーンリンク収録作品。 BF4 コンクエストのように複数ある拠点を確保し、拠点同士を隣接するように確保すると拠点間でリンクが生じる。リンクしている2つの拠点を片方でも占領されるとリンクは消滅する。リンク数が多いほど相手チームのチケットの減少速度が速くなり、ラウンド終了時にチケットが多いチームが勝利となる。フロントライン収録作品 BF1 マップ上に両陣営から伸びて左右対称に配置された複数の拠点のうち指定された一つの拠点を奪い合うというコンクエストに近い内容で拠点を制圧すると敵チーム本拠地側の拠点が争奪目標に指定されこれを繰り返して敵陣地に接近し最終的に敵の本拠地を強襲することが目的となる 本拠地付近の二つのコントロールポイントまで前線が押し上げられると目標が本拠地内の電信設備の破壊ないし防衛へと変化し攻撃側と防衛側に分かれて電信設備を巡ることになる。なお攻撃側にはチケット数が設定されチケットが例になると一つ手前の拠点へと自動的に押し戻される。敵チームに確保された拠点を奪還することも 可能であるため、一進一退の攻防が繰り広げられる。チームデスマッチ収録作品、BF1942、BF3、BF4、BFH、BF1 敵の殲滅が勝利条件。先に、規定のキル数に達したチームが勝者となる。なお、このモードではマップが縮小された専用マップとなり、車両類は一切出現しない。分体デスマッチ収録作品、 BF34 人、分隊4個で戦闘する、縮小版 TDM。IFF が1両出現し、敵チームに確保された場合は速やかに破壊しなければ、ならない。チームデスマッチクロースクーターズ収録作品。BF3、BF3 の、クローズクォーターズ限定のモード。室内戦闘に特化したマップ内で近接戦が展開される。ラッシュ、ゴールドラッシュ収録作品。 BFBC、BFBC2, BF3, BF4, BF1、攻撃陣営と防御陣営の2つに分かれ戦闘を行う。複数ある防衛目標を全部破壊すれば攻撃陣営の勝利。防御陣営は攻撃陣営の戦力掲示を減らし、チケットをすべてなくせば勝利。初出の BFBC では m コムではなく、 近海の入ったケースを目標とし、名称もゴールドラッシュになっている。BFBC、BFBC2 では、通常の武器でも目標にダメージを与えることができ、破壊も可能であったが、BF3、BF4 では専用の爆弾を使用することでのみ、破壊できるようになっている。BF1 では、時代背景を考慮して、目標が電信設備になっており、 破壊されない限り一定時間ごとに砲撃座標が送信されて攻撃側チームに対して砲撃を行う。分隊ラッシュ収録作品 BFBC2、BF3、BF42 つの分隊で戦闘するラッシュ。専用にカスタマイズされたマップでのみプレイ可能で m コムの配置が通常とは異なっている。収録作品 BFH 犯罪者側が 攻撃陣営、警察側が防御陣営となり銀行もしくは現金輸送者の現金をめぐるというラッシュに似たルール。犯罪者側が現金のダッシュに成功した場合、攻守逆転し、犯罪者側は逃走しなければならず、警察側はこれを阻止、追跡することが目的となる。キャプチャーザフラック収録作品、BF2、BF2MC、BF3、BF4 自陣。 敵陣にそれぞれ設置されたフラッグを奪い合うゲームモード。相手の本陣に侵入して、その旗に触れることによって獲得し、それを自陣に持ち帰ることが目標となる。タンクシューペリオリティ収録作品、BF3 駆逐戦車や戦車で一つだけある旗、シューペリオリティを取り合う。ブラッドマネー収録作品、BFH 警察側。 犯罪者側のそれぞれの拠点に設置された現金を回収し、自陣に持ち帰るのが目的。ゲーム終了時に拠点に多くの現金があったチームが勝利となる。相手チームから現金を奪取したプレイヤーは、現金の入ったバッグを背負った姿で表示され、これを倒すことで奪い返すことができる。エアー・シューペリオリティ収録作品、BF1943、BF3、 BF4 航空機の未操作可能となり、他の車両や兵士でのプレイはできないといった空戦限定モード。ルールは、コンクエストと同様、複数の素属気球の拠点を奪い合い、相手チームのチケットを例にしたチームが勝利となる。BF4 では攻撃ヘリ限定のモードも存在する。オブジェクティブモード収録作品、BF1942 連合軍とドイツ軍に分かれて、 マップごとに指定された任務を達成ないし阻止するルール。連合軍は攻撃側としてドイツ軍の施設破壊や秘密文書のダッシュなどの任務が与えられ、ドイツ軍はこれを妨害し阻止する必要がある。エアーアサルト収録作品 BF-1 エアーシューペリオリティと同様、航空機の未操作が可能。ルールはコンクエスト式ではなく敵陣営の航空機を落とせば、 ポイントがチケットとして加算され、先にポイントに達した陣営が勝利する。獲得できるポイントは航空機の種類によって異なる。コンクエストと同様、劣勢の陣営には巨大兵器として飛行船が使用できる。飛行船には対空砲が装備されており、極めて強力だが、飛行船1機のポイントが全チケット分あるため撃墜された場合試合が終了し、 撃墜した側の勝利となる。マップはキャンペーン、高き空の友で使われたマップを流用している。ガンマスター収録作品、BF3、BF4 プレイヤーは、最初にハンドガンのみを持ち、敵プレイヤーを倒していくことでよりグレードの高い武器に、自動的に変わっていく。ハンドガンから、SMG、ショットガンなどと続き、最終的にはナイフのみとなる。最も早く、 ナイフに到達して、規定数の敵を倒したプレイヤーが出現した時点で、ゲームは終了する。スカベンジャー収録作品、BF3 マップ内にランダムに落ちている武器で、交戦する、コンクエストドミネーションに似た内容であり、比較的小さめのマップになっている。落ちている武器の種類は、レベル1から3まで存在し、レベル1は PDW や SMG、レベル2は、ショットガンやクロスボウ、 レベル3はアサルトライフルまたはカービンとなっている。オブリタレーション収録作品 BF4 マップ内にランダムに配置された一つの爆弾を入手し、それを相手の拠点に持ち込んで破壊するルールのゲームモード。拠点が破壊されてからしばらくすると、再度爆弾がマップのランダムな位置に配置される。チームの拠点は3つあり、先に全ての拠点を破壊されたチームの負け。 爆弾を持ったプレイヤーの位置は常に敵のミニマップにも表示されるようになるため、味方による護衛が必要となる。ウォーピジョン収録作品、BF1 ランダムに配置される通信用の電子バットを確保、リリースするのが目的。電子バットはプレイヤーに確保することによってタイマーが作動し、一定時間経過するとリリースが可能となる。 リリースするとハトが味方の砲撃陣地に座標を送り、敵チームのプレイヤーに砲撃を加える。この砲撃は非常に精度が高く、屋内等にいない限り、ほぼ確実に死亡する。ハトを持っている敵チームのプレイヤーをキルするとハトがその場に落ち、他のプレイヤーが確保できる。ハトを確保していた時のタイマー経過時間はプレイヤーが変わっても持続するため、リリース直前で、 敵チームに奪われてリリースされるということもしばしばあり得る。また、敵がリリースしたハトは飛び去るまでの短時間に撃墜することが可能。デヒューズ収録作品、BF4 少人数のチームが攻守側に分かれ、攻撃側は防衛側の M コムを破壊し、防衛側は攻撃側を全滅させれば勝利となる。本モードでは味方の蘇生。 リスポーンができず、全滅した時点で、相手の勝利となる。ラウンド制となっており、どちらかのチームが勝利すると次のラウンドへ移行する。全6ラウンド。クロスヘア収録作品。BFH5 人ずつ2チームに分かれ、警察チームに1人設定されている VIP をめぐって戦闘するモード。警察チームは、VIP となったプレイヤーを特定地点まで護送し、 犯罪者チームはこれを殺害するのが目的となる。なお、このモードでは、リスポーン、再出撃が不可能。レスキュー収録作品、BFH5 人ずつ2チームに分かれて対戦する、ゲームモード。犯罪者チームに囚われている人質を3分以内に、警察チームのスワットが救出するのが目的。クロスヘアと合わせて競技用ルールとなっている。タイタンモード収録作品。 BF2142 通常兵器が通用しないシールドを展開した敵チームの空中艇タイタンを最終的に破壊するのが目的のゲーム攻撃側はマップ内の各所に配置された専用のミサイルサイロを確保しシールドを破壊するシールドを破壊した後タイタンに直接侵入し艇内の動力源を破壊しなければならないキャリアアサルト収録作品 BF4 自軍の空母を守りつつ、敵の空母に対艦ミサイルなどでダメージを与えていき、最終的には空母を強襲、制圧することが目的。自軍の空母に敵が侵入した場合は、空母に戻って敵を殲滅する必要がある。コンクエストのようにマップ内の拠点を奪い合い、確保した拠点からは確保している間、拠点内に設置された対艦ミサイルが15秒間隔で、 敵陣に発射され、一発につき1%のダメージを与えられる。ダメージゲージが50%を超えると空母内へ侵入が可能となり、二つの m コムを破壊することになる。BF2142 のタイタンモードにインスパイアされたモードでもある。ホットワイヤ収録作品、BFH シリーズで類を見ない初のカーチェイスモード。犯罪者チームは指定の車両を合奪し、 広大なマップ内で警察チームの追跡を避けながらできるだけ多くの車両を確保することで勝利となる。オペレーション収録作品 BF1 今作で追加された新たなゲームモード。複数のマップにまたがってプレイできるシリーズ史上最大規模のモードであり、ゲームのルールはコンクエストとラッシュが統合されたような内容で攻撃側と防衛側に分かれて陣地を奪い合うというもの。 マップは複数のセクターに分断されており、攻撃側がセクター内のすべての拠点を占領すると次のセクターへ進行し、防衛側は交代して新たな拠点を守る必要がある。防衛側が攻撃側のチケットを例にして、防衛に成功すると一旦ラウンドが終了するものの、再び攻撃側の第二波攻撃、第三波攻撃が実行される。これを守りきれば、 防衛側の勝利となる。第一次世界大戦の戦線ごとに分けられたマップで、史実通りに戦いが進行する。劣勢のチームには巨大兵器が出現し、有利に戦闘を進めることができる。ゲームの開始前には、各陣営で当時の情勢とともにブリーフィングムービーが流れる。サプライドロップ収録作品、BF1 一定時間ごとに航空機から投下される。 物資を奪い合うという内容。投下された物資は、マップ内のランガムな位置に落下し、物資の周囲に指定されるエリア内に止まり続けることで、確保となる。攻略の容量は、コンクエストと類似するが、指定されるエリアは、コンクエストのように、広範囲ではなく、物資の周囲わずか数メートル程度であるため、他人数での確保は困難となる。物資を確保すると稀に、 エリート陛下のキットが出現する。また、投下された物資がどちらかの勢力による確保が完了していなくとも次々と物資はマップ内に最大3つまで投下され続ける。ゲーム終了時により多くの物資を確保し、一定量のチケットを満たしたチームが勝利となる。詳細は、バトルフィールド1942を参照 p c 用 o 日本語版が2002年9月13日に発売。 略称 BF1942 バトルフィールドシリーズ第1作目であり、ダイスの開発デビュー作。ゲームエンジンはリフラクターに。第二次世界大戦を舞台とする同作では、東部戦線、西部戦線、北アフリカ戦線、太平洋戦線の4つの戦線を模したキャンペーンでプレイが可能。プレイヤーは不評のみならず、戦車や戦闘機、戦艦など、 したような兵器を使用するることができる2002年にはアカデミー・オブ・インタラクティブ・アーツ・サイエンシズのゲーム・オブ・ザ・イヤーに選ばれたほか、スウェディッシュ・ゲーム・アワーズの2010年度、ゲーム・オブ・ザ・ディケードなど、複数の受賞歴がある。拡張パックは、バトルフィールド1942ロード・トローマと、バトルフィールド1942シークレット・ウェポンの2種類がリリースされた。 公式のマッチングサービスは2014年5月31日に終了したが、大体のマッチングサービスや直接サーバーの IP アドレスを入力することでプレイ可能。詳細は、バトルフィールドベトナムを参照 PC 版は2004年3月18日発売。略称は BFV。ベトナム戦争をモチーフにした作品。アメリカ陸軍、アメリカ海兵隊、グリーンベレー。 南ベトナム軍、北ベトナム軍、ベトコンの6つの勢力に分かれて、プレイが可能。2012年12月には、BFBC2 の拡張パックとして動作がリメイクされた、バトルフィールド・バッド・カンパニーにベトナムがリリースされた。詳細は、バトルフィールド・オニオ参照日本語版が2005年7月7日に発売。略称は、BF2。アジア、中東地域を舞台に、 近未来で勃発した、NATO、中国、中東連合による現代戦を描く。陛下に特殊兵、援護兵、衛星兵の3種類が追加され、それぞれの陛下の個性が際立ち戦略性が高まっている。また、本作では司令官システムと分隊システムが新たに追加され、特に後者においては、今後のバトルフィールドシリーズにも継承されることになった。 拡張パックは3種発売されている。詳細は、バトルフィールドにモダンコンバットを参照 PS2 及び、Xbox 360版が2006年に発売された。略称 MC、BF2MC。BF2 を元に制作されたシリーズ初のコンシューマーゲーム。PS2 専用ネットワークアダプターや、PlayStation BB ユニットを使用することで、オンライン対戦がプレイ可能。 サービスは2014年6月30日に終了しており、現在ではマルチプレイは使用不可。本作は、いわゆるメインシリーズではなく、スピンオフ的な位置づけがなされている。詳細は、バトルフィールド2142を参照 PC 版のみ、リリースされ、日本語版は2006年10月20日に発売。略称は BF2142。タイトルの数字は、 本作の時代を示しており、氷河期を迎えた22世紀に、中東に発生したアジア連合と欧州連合の衝突が描かれている。これまでのような現代戦をモチーフにしたシリーズとは、異なって、光学兵器や二足歩行兵器など、未来的な装備が多数登場している。BF4 の五つ目の拡張パックである、フィナールスタンドでは、時代設定に矛盾はあるものの本作のオマージュが、 なされている。詳細は、バトルフィールド・バッド・カンパニーを参照 XBOX360 版が2008年6月26日に発売され、ついで PS3 版が同年8月28日に発売された。略称は BFBC。ゲームエンジンはフロストビット。スピンオフである、バッド・カンパニーシリーズの第一作目。従来のシリーズでは、 マルチプレイに特化した内容となっていたが、今作ではシングルプレイにも重点が置かれている。紛争の絶えない現代を舞台にアメリカ陸軍 B 中隊のバッドカンパニー5人組を主軸に謎の武装組織と近海を巡る一行を描いたストーリーとなっている。本作では建物の壁などに爆発物でダメージを与えると破壊できるようになるなど破壊の表現が特徴的である。 詳細はバトルフィールド1943を参照、XBOX360 よび PS3 版が2008年7月8日および7月9日にリリースされた。略称 BF1943 ゲームエンジンはフロストビットエンジン1.5シリーズで初めて XBOX ライブアーケード PSN でのダウンロード専用販売がなされ、また シングルプレイが廃止されマルチプレイ専用タイトルとなっている。BF1942 の続編的位置づけであるが、マップは第二次世界大戦の太平洋戦線に限定されている。PC 版のリリースも発表されていたが、BF3 開発のため2011年2月に開発が中止された。詳細はバトルフィールドバッドカンパニーにを 参照全機種の日本語版が2010年3月25日に発売。略称 b f b c に b f b c の続編。共産主義国が台頭した第三次世界大戦の最中第二次世界大戦中に日本軍が開発した秘密兵器をめぐり B 中隊ことバッドカンパニーが世界各地を奔走する。本作では 新品購入特典として同梱されているアクセスチケットを用いるか PSN より購入することによってマルチプレイがプレイ可能となる VIP アクセスシステムが導入されたほか課金によってマルチプレイで使用可能となるマップや装備が増えるゲーム内ストアが設置されるなど新システムが多数導入された拡張パックとしてバトルフィールドバットカンパニーにベトナムもある PC 版は本作以降、モッドの適応及びユーザーが各自のハードウェアでサーバーを稼働させることはできなくなった。詳細はバトルフィールド3を参照2011年11月2日全機種版リリース。略称 BF3。6年ぶりのナンバリングタイトルであり、システムの多くは前作 BFBC2 のものを引き継いでいる。 シングルプレイモードは同時期に発売された COD メガワット3を意識してストーリー性が強化されている。シングルプレイでは2014年のイランを主な部隊にアメリカ海兵隊のブラックバーン軍装を操作する。またオンラインで協力してミッションをこなすコープモードが追加され、そのミッションの実績がマルチプレイでの装備拡張要素にもなっている。拡張パックは シリーズゆかりのマップがプレイできるバックツーカーカンド、近接戦がコンセプトのクローズクオーターズ車両戦闘に特化したアームアードキル地震災害後の荒廃したイランが舞台のアフターマス最後の戦いを描くエンドゲームの5種類がリリースされている詳細はバトルフィールド4を参照2013年11月7日に前期手版がリリース略称 BF4、BF3 に続くナンバリングタイトル。ゲームエンジンはフロストビットさん。2020年の中国を舞台に米中間の対立の中、アメリカ海兵隊の特殊部隊トゥームストームの作戦を描く。マルチプレイに重点が置かれており、レボリューションと呼ばれるマップ内の環境を劇的に変化させるエフェクトが話題を呼んだ。発売当初よりゲームデータの消失や、 マルチプレイでのフリーズなどバグが多数報告され問題となっている。拡張パックはアメリカ軍に対する中国の逆襲を描くチャイナライジングシリーズで人気のあったマップがプレイ可能なセカンドアサルト島初部で展開される海上戦がコンセプトのネーバルストライク、紫外戦に特化したドラゴンズ・ピース、戦争末期に至りロシアの秘密兵器をめぐる フィナールスタンドの5種類。これに加え、2015年9月以降には、無料の拡張パック、ナイトオペレーションズ、コミュニティオペレーションズ、レガシーオペレーションズが配信された。詳細は、バトルフィールドハードラインを参照2015年3月19日に、PC 版、PS3 版、XBOX360 版、PS4 版、XBOX1 版が発売。略称は、 BFH もしくは BFHL。これまでの軍隊同士の戦争を描いたシリーズとは全く異なり、シリーズ初の警察と犯罪組織の対立を題材とした作品となっている。ゲームエンジンは BF4 と同じフロストビット3であるため、操作性が類似している。2012年のアメリカを舞台にマイアミ死刑のニコラスと犯罪組織との確執を描いた犯罪ドラマ。 また、現在公開されている拡張パックは、クリミナルアクティビティ、ロブリー、ゲッタウェイ、ビトレイヤルの4つ。さらに2015年11月3日に、無料ダウンロードコンテンツである、ブラックアウトが配信された。詳細は、バトルフィールド1を参照2016年10月21日に、PC 版、PS4 版、Xbox One 版が発売。オリジンアクセス、または、 BA アクセスの加入者に10時間までの先行プレイ券あり。略称は BF1。1の意味は第1次世界大戦を描くからである。従来のシリーズとは異なり、シングルプレイは複数の人物と複数の舞台によるオムニバス形式になっており、よりドラマチックな演出がなされている。マルチプレイでは複数のマップにまたがって戦闘する大規模な新ゲームモード。 オペレーションが話題となり、史実を追う形でプレイできる仕様となっている。現在、拡張パックは2016年12月にジャイアンツ・シャドウが無料配信され、2017年3月にフランス軍にフォーカスしたゼイシャル・ノット・パスがリリース。同年9月にはロシア帝国の戦いを描くインザ・ネーム・オブ・ザーリーが12月から1月に 海と陸をつなぐ戦いをコンセプトとするターニングタイズ2018年3月に対戦において最も陰惨な戦闘を描くアポカリプスが配信された詳細はバトルフィールド v を、参照全世界で2018年11月20日に PS4、x b o x One、PC 向けに同時発売されたシリーズ13作目にあたる作品略称は BFV、または BF5。ナンバリングタイトルであるが、BF4 と関わりがない第二次世界大戦を舞台としている。今作は主に女性目線が描かれている。シーズンパスが廃止され、今作の DLC は全て無料となっている。バトルフィールドヒーローズ2009年6月25日リリース。第二次世界大戦を題材としているが、 今までの戦場のシリアスな雰囲気を撤廃、従来の BF シリーズとは異なるカートゥーン調のキャラクターが登場する。また、今作は、クライアントのインストールや、プレイヤー側でのサーバーの用意が不要なブラウザゲームとなった。広告や、マイクロトランザクションでの収入により、無料で提供されている。バトルフィールドオンライン、BF2 のリメイク作。 2010年3月25日リリース。バトルフィールドヒーローズ同様、無料で、プレイ可能。また、バトルフィールドヒーローズでは、エレクトロニックアーツがサーバーを提供しているが、今作は、韓国のネオウィズが提供していた。2013年3月にサービスが終了した。バトルフィールドプレイ4フリー2011年4月4日に、配信を開始した、基本料金無料で、 プレイできるタイトル。リフラクターにエンジンを採用しており、BF2 をベースにしたものと見られるが、バトルフィールドオンラインとの関連性は不明。日本独自のサービスは予定されておらず、英語表記のみでのプレイとなる。バトルフィールドバットカンパニーに iOS2010 年12月に iTunes Store から配信がされたシリーズ初のモバイル版。開発は、 デジタルレジェンズエンターテイメントが担当し、ダイスは関与していない。BFBC2 をベースに、オリジナルのストーリーが展開される。マルチプレイにも対応。バトルフィールド3アフターシャック2012年2月8日に配信された iOS 版。北米アップストアでのみ配信された BF さんが、 ベースとなった作品であったが、容量の問題上プレイできるマップ及びゲームモードが、それぞれ一種、武器が5種類と比較的自由度が低く、操作性も悪かったことが批判を受けた。2012年3月31日に低評価を受けて、アップストアがサービスを停止した。バトルフィールドアーバンコンバット2001年に開発中、予された、バトルフィールドシリーズの、 1> 第1作目になる予定だったタイトル。内容は、警察と犯罪組織の争いを描いたものであったが、社販の事情でおくらいとなり、代わりに破棄されたデータをもとに、BF1942 が制作された。なお、2015年発売の BFH は、本作から着想を得て制作されている。バトルフィールドサンザロシアン2011年10月に発売された。 BF3 のノベライズ版。元 SAS 隊員のアンディ・マクナブが執筆を担当した。スペツナズのディママヤコフスキーの視点から BF3 のストーリーを描いているが、ゲーム版とは設定が若干異なっている。バトルフィールド4カウントダウン2を2013年10月に発売された BF4 のノベライズ版。BF3、BF4 に登場した CIA エージェントのラズロ。 コビックによる東アジアでの情報任務を描く。BF4 において、レッカーと上海で合流するまでのストーリーが展開される。ありがとうございます。